なんか思い出しちゃうな、坂本くんに初めて出会った日のこと。うん？それでは試験開始。寒さと緊張が相まって手の震えが止まらなかったの。あ、消しゴム。そのまま勝手に使い始めちゃったの、豪快に。なんてひどい人なんだろうって思ったら、摩擦によって温められた私の消しゴムはかじかんだ私の手をほぐし、私はそれのおかげで問題を解き進められたの。あいにくの大荒れの天気は登校する新入生を蝕んでいった。お気に入りの傘も壊れ、そんな時、一年ものの春秋風ですね。惨めとは程遠いアメソムリエの姿があったの。素敵。あれは入学式前日、ちょうどそこの食堂で教科書の受け取りに行った時のこと。手提げを忘れた私は必修科目の教科書を両手に積み重ねていたの。前も見えない状態で歩いていたら、私の教科書はお姫様抱っこされてたわ。お損傷はありませんか？まあ私の出会いのエピソードが一番だけどね。入学説明会の時ここで初めて会ったことを覚えてる？はて。まあ坂本くんは覚えてないか。あの時さ、僕薬指のところに変なイボができて絆創膏を巻いて隠してたんだよね。でもいつの間にか抜けちゃって、坂本くんが拾ってくれたんだよね。どうってことない出会いだしね。あんたの出会いが一番ロマンチックだよ。